はい、皆さんこんにちは。この日は2024年4月26日でございますね。東急線全線を1日で乗車する、そして全列車すべての種類という意味なんですけどね、こちらに挑戦しておるところでございます。まずはですね、田園都市線の渋谷駅まで中央林間からやってまいりました。東横線次の湘南台駅11時47分45分、あ、これ乗りたいな。地下に入ることでですね、あの方向感覚がなくなってきますね。この急行列車に乗れるでしょうか。もう出発表ついています。これに乗車したいです。はい、乗車できました。ありがとうございます。ただいまの乗車しております列車は2106、相鉄2106編成でございます。まもなく中目黒駅でございます。目黒川の桜はすっかりと青々とした葉桜になりました。時刻まもなく12時になるところでございます。相鉄2106編成でございます。こちらの列車は、相鉄東急新横浜線開業1周年特別記念ラッピング、まあ、特別記念かどうかわかんないですけども、ということでですね、ソーニャンとちょっと見にくいんですけども、ノルルンがですね、こちらの方に、あ、ちゃんとこれ、そう、相模鉄道キャラクターソーニャンって書いてありますね。はい、自由が丘から大井町線に乗車しまして、溝の口行きの各駅停車に乗車しております。列車は東急 9013F、9000系でございます。運転台はこんな感じですね。はい、双子玉川を今出発いたしました。私が乗車しておりますのは、大井町線から直通する、列車でございますけども、双子玉川駅で、こちらの列車の方が先行しました。で、これは次の停車駅は溝の口になりますよね。ということで、こちらの列車が先行しても、今、対面に見えておりました、メトロの列車、次に来たら乗車できるという感じですね。ちなみにですね、この間というのは、複々線になっているんですね。これもね、本当に最近まで知りませんでしたよ。この、田園都市線が複々線の区間があるということね。東急の9013なんですけども、急行中央林間行きが待っておりました。東武のね、列車でございます。はい、とりあえずですね、田園都市線の5万系、こちらの列車に乗車いたしまして、鷺沼駅までやってまいりました。握り焼きそば弁当を買ってきまして、わざわざね、改札の外に出ましてですね、もうスーパーで買ってみました。こちらが320円、あとですね、飲み物も買ってまいりまして、ザリッチと書いてありますね。はい、こちらをいただきたいと思います。はい、昼食をいただきました。ごちそうさまでございました。大変美味しかったです。前回ですね、おにぎりをコンビニで買ったじゃないですか。あれ2個で320円ぐらいしますでしょ。なんですけれども、今回の、ライフのですね、おにぎり焼きそば弁当は330円ぐらいで、おにぎりと焼きそばと卵焼きとミートボールとたくあん2つ入ってましたね。乗車いたしましたのは、東京メトロ1万8000系列車でございます。田園都市線の朝晩の混雑というのはですね、もうこれは聞きしに勝るものでございまして、私も以前通勤で使っていたんですけども、本当にすごいものでございます。で、今時間帯13時、ちょっと過ぎた頃なんですけども、この1両の
編成の中にお客さんは私を含め3人だけ、今藤ヶ丘青葉台間をね、乗車してるんですけどね、でございますので、まあちょっと今食休みをねさせていただいてるんですけども、これね朝の通勤時間帯とかもうこの車両にね100人ぐらい乗ってるんじゃないですかね、多分そうだと思いますよ。はい、一旦ですね、青葉台駅までやってまいりまして、大井町線の列車、6020系がやってまいりますので、乗車します。で先行しますので、まあ、この列車で、次の急行停止駅まで行きますか、ね。乗車しております列車は、東京 6122F、東京6020系でございます。あざみ駅のローソントークス、まあ、トークスってのは東急ストアがやってる氷のこと言ってるんですけども、ここねスーパードライ置いてるんですよね。すごいなぁ。ちょっと誘惑が多すぎるので、まずはこのメトロ18000系、もう乗車してるんですけども、これに乗車してですね、ちょっと次の駅まで参ります。いやー、このままここにいるとですね、多分もう一本スーパードライ飲んでしまうと思います。先ほども乗車してまいりました18000系、鷺沼駅で一度降車いたしました。ここで例えばなんですけども、ここで08系が、大仙にねやってきた場合、こっからまあ、見てればなんとか間に合うのかなというふうに思ったんですけれどもね。であとは私が上り列車に乗車している際に、あるいはまあ下り列車もいいんですけども、先ほどあざみ野のホームでね、食事をしてた時なんですけどもね、08系が全然来ないんですよね。で、08系がネックだったのはもう前回も分かってますので、今回は08系を、この鷺沼はメトロの車両基地ありますので、ここで迎え撃つという感じにしたいと思います。ちょっとメトロの車両基地見に行ってみようかな。急行中央林間行きは5000系でございます。そして各駅停車中央林間行きは、こちらは2020系でございます。で、今ですね、上りの各駅停車、こちらの方も2020系ということでございますので、いずれも東急の、列車で、私が乗車した列車でございますのでね、すべて見送りました。はい、こちらの列車もですね、先ほどあざみ野駅でご飯を食べているときに、見ていた、2020系の SDGs トレーニングなんですけどもね、確かね、あざみ野駅では私メトロ車の、まあ、08系とか、ちょっと見てないんでね、ですので今中央林間から持ってくる列車は多分全部そうだと思うんですよね。ですので、こちらの鷺沼駅で、今、鷺沼駅なんですけども、こちらで08系を待った方がいいのかなっていうふうに思ってますけどね。まあ、鮮やかな列車がね、今出発して、そしてこちらも2020系が出発したところでございます。で、メトロの、いますね。08系が奥手に見えます。あ、これがね、いつ出てくるのかはちょっと、私も知らないんで、これを待ってると、今日中に東急線全線、東急線の運行する列車全車両っていうのは難しいと思うんですよね。今、車体洗ってらっしゃいますもんね。その奥にいる列車は？その奥に、5000系の横にメトロ車いるような気がするんですけどね。メトロ車はね、右手に08系2本いますよね。つまりあんまり運用に出てないってことか。この、今ね、手洗いされてらっしゃいますね。メトロ車18000系は、ピカピカに磨いてらっしゃる。すごいな。すごくないですか？手洗いですよ、手洗い。はい、やってまいりましたのは中央林間駅の各駅停車、5000系でございます。
大井町線の6000系乗車しておりませんでしたので、乗車したいと思います。6105F。これ中央林間行きの急行列車でございます。はい、再びですね、6000系で、もう多摩プラザで降りました。で次の列車を待つか、ちょっと今作戦を考え中です。今、東武の5万50型が来たんですけども、この5万50型、東武の車両は5万系ということで統一。5万型も5万50型もということでございました。で、こちらは乗車しました。で、田園都市線の東急の車両は2020系、5000系、いずれも乗車しました。それから大井町線直通用の6020系、6000系、9000系も乗車しました。で、9000系につきましては、9020系、9000系、こちらの方は一つとみなすということでございましたので、こちらもね、乗車したんですけども。で、東京メトロですけども、08系、1万8000系乗車したんですけども、ごめんなさい。8000系、1万8000系乗車したんですけども、08系だけですね、もう前回もそうなんですけども、来ないんですよね。もうね、ここで08系を、私はもう夜に回してですね、で、東急目黒線のですね、3020系もですね、あれも3編成しかないので、もう先に行って、で、3020系をずっと、追いかけながらですね、やっていかないと、時間もね、もうそろそろ2時でございますよね。またなくなってくるのかなという感じがしてるんですけどもね。とりあえずもうあと2、3分ぐらい08系を待って、ダメだったら行っちゃうかなっていう感じですよね。今までずっと来ておりますが、下り線の列車も見ておりますけども、08系来てませんので、上りで戻ってくる可能性もないわけじゃないですか。ないと思うんですよね。すれ違う列車も全部見てますので。それを考えると先にもう、目黒線の方行っちゃった方がいいんじゃないかなというふうに思っています。今日朝ですね、9時半頃に中央林間に乗車した南栗橋行きの列車、こちらの列車がですね、戻ってきましたですよね。ただいまの時刻、もう結構14時過ぎたんですけどね。で、多分車掌さん、行きの列車と、もちろん東急線の予約なんですけども、同じ方が乗車されてましたですね。時刻14時15分なんですけども、あれからですね、08系来ませんでした。で、大井町線直通の急行列車に今乗車しております。溝の口を出発したところでございます。で、これから先どうしようかということなんですけども、08系が鷺沼の車庫に、先ほど3編成確認したんですけども、そのままだったんですよね。で、先ほど8000系のメトロ車が朝、南栗橋に行き、それが戻ってきたといったのを見ました。となるとですね、08系は、おそらく今日、夕方は多分運用されると思うんですけども、日中出てないんじゃないかなというような、仮説を立て、それであればですね、先にですね、大井町線を全部乗車するとか、できることはありますので、あと、目黒線の目黒まで行くとかですね。それから、東急線の、渋谷まで。ここはやったのか。例えば、じゃあ、自由学校からね、横浜まで行っておくとか、そういったところをやっておいた方がいいんじゃないかなということでございましたので、もうね、まず一旦田園都市線を離れ、これから大井町線、まずは大井町線まで乗車していきたいと思っています。またですね、私出発しましたですね。私が乗車してきてきました、こちらの急行列車が先に出発すると思ったんですけども、後から参りました、各駅停車が先に出発したんですね。ああ、時間をロスしましたね。なんかこれ、この前もやりましたよね。いや、本当に。気をつけましょう。ね、やってしまったのはしょうがないんで。はい。じゃあ、私は、やっぱりこちらの急行中央林間駅に乗車してまいりたいと思います。はい、はい、ここまで動画かなり長くなってまいりましたので、また次のですね、動画、こちらの方を編集したいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。